今日はちょっとお店の方が、休みなのでちょっと YouTuber 風に動画をやろうかなと思って作ったんですけど、消えてしまいまして動画が消えてしまって、母の動画だけが残ってたのでそれを使って、作ってみました。で母は本当は辛いものが苦手なんですけど、なぜかこれだけは美味しいと言って本気で食べてました。お餅もトッポギっていうか普通のお餅だったので柔らかくなってしまったんですけど、それはそれでお年寄りにも良かったのかなと思います。今度は、ちゃんと作ってみたいと思います。あと動画も、本気では YouTuber を目指してはいないんですけど、遊びです。で、ゆるくやっていきますので、お店ともどもよろしくお願いいたします。ではまた。